覚悟でございます。ということで、本日の食材がこちら。キングサーモンっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして。本日の食材がこちら。キングサーモン。っていうことでね、養殖のキングサーモンとなっております。昔前にむちゃくちゃバズった天然のキングサーモン、いくらたっぷりのやつ、あれの養殖バージョンです。このね、キングサーモンの養殖ってなかなかないんですよね。アトランティックサーモンとかトラウトサーモンだったら出回るんですけど、これ初めて見ました。なので買いました。今回もネット通販で購入しました。ネット通販だからこそ、やっぱこういうのがあるんでしょうね。サーモンって何してもうまいよね。塩焼きでも刺身でも。煮付けでも実はうまいんですよ、サーモンって。ほんで僕ね、サーモンの料理でトップクラスで好きな料理があるんですよ。それが回転寿司とかにあるサーモンの寿司にオニオンが乗ってるやつ、あれをね今日作っていきたいと思います。今新玉ねぎって言って、玉ねぎもめちゃくちゃ美味しい時期なのでちょうどいいかなと思いまして、今日そちら作っていきたいと思います。で、あと前なんかサーモンを麺状に細く切ってサーモン麺ってやつが流行りましたよね。僕もあれ食べてみたいなと思いましたので、サーモン麺も作っていきたいと思います。で、今回のキングサーモンはエラも内臓も全部処理してあります。で、この状態のものをセミドレスって言います。で、頭が落ちてるものをドレスって言います。業界用語ですね。まあ、他にも締めてないものをのじめって言ったりだとか、生きたものを締めたのを生け締めとか、いろんな用語があります。はい、そうしましたらさばいていきたいと思います。ほんで、新しい出刃包丁1本買いました。今まで使ってたやつだと刃渡りが短くて太刀打ちできない魚が多すぎたんですよね。あの10キロ超えてくるとやっぱりね、刃渡り40センチはないとおろしにくいです。このぐらいの出刃も欲しいなと思って買いました。お値段2万円です。これで2万円っていうのはそんなにめちゃくちゃ高い包丁ではないですね。本焼きの出刃とか買うと1本10万円20万円とかピンキリですけどね、高いのはすごい、もう10万円単位の包丁なので、僕はまだまだそんな包丁を使えるような技量はないので、このぐらいの包丁からいきたいと思います。で、もうちょっと喋らせてもらうと、皆さん包丁どれがいいんですかねって、金子さんのおすすめの包丁何ですかとかすごくよく聞かれるんですけども、包丁はもうどれでもいいと思います。見た目から入った方がいいかなと思います、この形かっこいいとか、あと持ってしっくりくる包丁、それが一番かなと思いますよ。はい、では下ろしていきます。まずは頭を落としていきますね。ヒレの後ろから、やば、めっちゃ切れるわ。で、背骨を断ち切ると、いい切れ味だ、素晴らしい。頭が落とせました。すごくオレンジ色が強くていいサーモンですね。まずはお腹の方から一歩入れます。何度も言いますけど、サーモンは骨がまっすぐ入ってますので、包丁もまっすぐです。包丁をまっすぐ入れます。こんな感じですね。そしたら反転させて、背中をまっすぐじゃなくて若干丸めてあげる。そうすると皮が張ってすごくおろしやすいです。まずは皮一枚切るイメージ。皮一枚切ったらまっすぐ包丁入れていく。さーっとね、まっすぐまっすぐ包丁を入れていきます。はい、ここまで入ったら尻尾から包丁を入れて、ビビビと腹骨を断ち切っていきます。せーの、よいしょ、綺麗な身だ。そしたらここ背骨がありますので、背骨を落とします。こう包丁をね、こうギコギコするイメージじゃなくて押す感じですね、押す感じで、この半分よりちょっといったところ、ここら辺からね、骨の位置が変わります。若干包丁を下に向けてください。で、その下に入ったらここでヒレを落とします。よいしょ。ヒレが取れたらもう一回仕切り直し、ギコギコと、はい、こんな感じですね。そしたらここにヒレの骨がついてますので、ここ外します。できるだけ骨をすくイメージで、身はすくわずに。これがヒレですね。これでキングサーモンの三枚おろしの完成。とっても上手におろせました。そしたら次は腹骨をすいていきますね。キングサーモンは油がすごいので、一回一回油を拭きながらおろしていきます。腹骨すいていきます。腹が分厚い、トロサーモンがたくさん取れそうですよ。腹骨が取れました。こっち側もすいていきます。そしたら骨が取れたら、ここの膜も落とします。
はい、膜が取れたら、ここ。腹もですね。ここはがっつり落としていいです。ここはがっつり。なぜかというと、油がすごすぎて、お刺身にするとちょっとくどいんですよ。なのでここはね、塩焼きにすると最高に美味しい。で、刺身にするんだったら、これ炙りにして食べるといいですね。ちょっと油を落としてあげた方が美味しいかもしれません。そしたら次は、ここ、骨が入ってますので、中骨を抜いていきます。こういうね、ちょっと大きめな骨が入ってます。必ずここはね、抜かないと、刺身にした時最悪です。なんでここはね、一本でも残ってると、すごく気になっちゃいますんで、必ず確実に全部取りましょうね。こんなに取りました。20本は入ってるんじゃないでしょうか。じゃあこちらどんどん抜いていきます。はい、そうしましたら皮を引いていきたいと思います。皮は柳包丁でいきます。で、いつもサーモンってここで一回割ってから、で、2本にして皮を剥ぐんですよ。でもそれってなんで割るかというと、この板が大きいと皮引きにくいんですよね。でも今日のサーモンは小型なので、1枚でいっちゃいたいと思います。いきます。尻尾から入れて、このぐらい余白ができたら捕まえて、ビッと。はい。せーの、よっ。こんな感じ。油たっぷりですね。こっち側もいきますね。尻尾から入れて、このぐらいいったら掴んで、よいしょ。はい、こんな感じ。サーモンって皮がとっても引きやすいんですよ。なんでかというと、油が乗ってるから。これはサーモンに限ったことじゃなくて、油の乗ってる魚っていうのは基本的に皮は引きやすいです。そしたら次は食塩水を作ります。お水にお塩、だいたい海水ぐらいの塩分濃度でいきます。そしたらそこにサーモンの身をつけます。そしたら表面を洗っていきます。こちら塩水処理ですね。で、今日鱗ついたまま皮引いたので、もしかしたら身に鱗がついてる可能性があるんですよ。そういう鱗とか汚れも落とすっていう意味で一度塩水処理します。あれ？ちょっと俺気づいたことがある。骨が入ってるの、ここだけかと思ったんですけど、さっき洗ってたらね、ここにも入ってるの気づきました。どこかというと、ズームしていきますよ。ここです。ここ。ここに入ってるんですよ。アトランティックサーモンは、ここに入ってないんですよね。キングサーモンだからかな。1、2、3。3本入ってましたね。しかもこんな大きいのが。知りませんでしたね。これ大発見ですわ。皆さんも覚えておいてくださいね。キングサーモンの骨が入っている場所は1箇所じゃなくて2箇所。腹側にも3本あるって覚えておいてください。居酒屋とかでサーモンが出てきた時に、あ、キングサーモンって実は背中の方だけじゃなくて腹側にも3本骨あるんだぜってドヤ顔で語ってもいいんじゃないでしょうか。多分めんどくさがられます。僕は個人的にそういう人めっちゃ好きです。はい、そしたら水気をしっかり切って、そしたらこの1枚はご近所さんにあげるとしまして、今日はこっち食べていきたいと思います。そしたらまず半分に切って背中とお腹に分けます。で、お寿司はお腹の方使いましょう。で、サーモン麺は背中の方使いましょう。半分に切ってこっち使います。では麺状に切っていきます。で、麺状に切るときにこっちの内側の方の身は柔らかくて割れやすいです。なので麺には向いてないと思いますんで、この皮目の方、こっちの方を麺にしていきたいと思います。で、麺にするとき色合いとても大事だと思いますんで、この皮肌の茶色、これはね削ります。できるだけ薄く剥ぎます。はい、こんな感じ。これも食べれますんでね、後で食べます。そしたらここ薄く切っていきます。結構皆さんの動画見るとすっげー分厚く切ってるんですよね。分厚く切るととってもゴワゴワしてあまり美味しくないと思いますんで、できるだけ薄く細く切りたいので、とりあえず薄くスライスしていきます。
はい、じゃあ2枚でいいでしょう。で2枚サーモンの身が取れましたら、ピンとまっすぐにして、でここ切り揃えます。切り揃えたら細く切っていきます。このぐらいです。あまり太く切ってはいけません。イカそうめんぐらいの細さに切っていきます。はい、こんな感じですね。でこっち側も同じように切っていきます。揃えて、はい、切れました。そしたら今日はこちらの透明なお皿に盛り付けます。大葉を敷きます。切った面を重ねて、でここにこうくる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 っと、こういう感じで盛り付けます。こんな感じ。イクラも乗っけちゃいます。でそこに盛り付けます。こんな感じで、これでキングサーモンのサーモン麺の完成。そしたらお寿司を作っていきます。こちら今が旬の新玉ねぎですね。新玉ねぎ今日半分使いましょうか。めちゃくちゃ好きなんですよね、この時期の新玉ねぎ。鰹節かけてポン酢でいただくのが好きなんですけど、フルーツみたいに甘いですもんね。そしたらお鍋に水を張ってスライスしていきます。そしたらサーモンを切っていきましょうか。このぐらいの厚さに切っていきましょう。分厚めに切りましょう。そしたら寿司桶に炊きたてご飯。今日の寿司酢はミツカンの山吹。このぐらい入れて、でそこにお塩も一つまみで、お塩と同じぐらいのお砂糖も加えます。で混ぜ混ぜと、でこれを少しずつ加えていきます。はい、酢飯ができたら葉卵を切ってお皿にのせます。そしたら鉄をつけてネタを持ちます。でわさびをつけてシャリ玉を作ってのせます。で反転させて、どうだっけな、 こうだっけで反転させて整えて、こうだっけ、まあ、こんな感じでしょう。寿司は難しい。持ってわさびつけて、でシャリ玉をある程度作ってのせます。でここで空気入れるんだっけな。空気入れて反転させて、こうか、こうで、で反転させて整えて、こうこうか、あ、できた。持つときにギリギリじゃなくて手の真ん中で持つんだ。でつけて、でシャリ玉ある程度玉にして置く、空気入れる、転がす、整える、整える、反転させる、整える、整える、こんな感じですか。はい、とりあえず3巻でいいでしょう。オニオンをたっぷり乗せます。ガツッと、でそこにマヨネーズをさーっとかけます。はい、これでキングサーモンのオニオンマヨ寿司の完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。お醤油を、よっと。ではまずこちらのサーモン麺からいただきましょうか。おー、ほら、これ見てください。この細さ、麺っていうぐらいなんで、このぐらい細い方が美味しいと思います。そしたらこれをお醤油につけていただきます。うん、うまい。新食感だな。細く切ることによって角がいっぱいできるんで、なんかサーモンの旨味がより強く感じられますね。これいいな。うん。お次はこちら。
お寿司ですね。ちょっとお下品ですけども、醤油かけちゃいます。こうやってピッピッピッと。で、玉ねぎとマヨネーズをたっぷり乗せて、いただきます。うめえ。今まで食べたサーモンのオニオン寿司で一番うまい。めっちゃ上手にできたじゃん。冷凍してない生のキングサーモンなので、とっても甘みが強いですね。美味しい。というわけで、今日はこちらのキングサーモンのサーモン麺とお寿司ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん。緑色のやつ。さっきちょっと飲んじゃいました。やっぱお寿司には、緑色のやつでしょ。日本の心ですよ。いただきます。サーモンの油を優しく流し込んでくれます。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は大きなキングサーモンを使ってお寿司と昔流行ったサーモン麺作ってみましたけども、どっちもとっても美味しかったです。サーモン麺は美味しいんですけど、ちょっと食べてるうちにくどくなってきますんで、きゅうりの千切りとかを添えて食感とみずみずしさをプラスするともっと食べやすいかなと思いました。サーモンのお寿司はとっても上手にできましたね。お寿司の握り方も僕ほんとど素人だったんですけど、なんとか形にはなってきましたね。でもまだまだです。本当にやっぱ職人さんはすごいなと思いました。というわけで、皆さんも今玉ねぎとっても美味しいので、スーパーで新玉ねぎとサーモンのお刺身用の柵があったら、お家でサーモンのオニオン寿司作ってみてはいかがでしょうか。結構簡単にできますよ。というわけで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。Thank you.